はい、ということでね、今日は美容院に行きまーす。りーちゃん、髪をね、今日は、はいはい、ストレートにします。矯正かけちゃいます。なんということでしょう。なんか最近ちょっとね、癖がすごい出てきちゃって、ちょっといいですか、りーちゃん。この辺の前髪とかも、ここね、ちょっとうねりがね、今頑張って伸ばしてるんだけど、これでも、うねってるんですよ。で、下の方もちょっとね、量が多いというか、そう、量が多いから余計、なんかね、なんか昔はすごいストレートだったのに、最近ちょっとなんかこううねりがすごくて、後ろ見て、こんな感じでね、ちょっと全体的にもこう、はい、ボワつき感とか、そうですね、ちょっとうねりがすごいあって、はい、ね、なので今日ちょっとね、初矯正ということで、初矯正にちょっとチャレンジしたいと思います。意気込みはどうですか？楽しみだよね、でもね。ですよね。だってずっとやりたいって言ってたからね。まあどれぐらい変わるのかね、こうご期待でございまーす。そうですね。ちょっと時間かかるからね、頑張んないとね、リミもね。ママはずっといてよ。大丈夫、隣にいても私いる。しおちゃんもいるからね。しーちゃん何する？しーちゃんも同じメニューでーす。しおちゃんは短いんだけど。けど私さ、この前、切っちゃったからさ。うんね。まあ、いいや、私も矯正かけようと思ってます。そうそうそう、はい、じゃあレッツゴー。はい、切ってきました。あ、切ってきましたじゃないや、縮毛矯正して、ちょっと髪ね、長さ的には変えてないんだけど、ちょっとね、薄くしてもらってすいたり、そう、ちょっと前ね、レイヤーっぽくしていただきました。どうですかね、どうりみちゃん、いい感じ？じゃあちょっと一周してください。こんな感じですね。早い早い早い。一回止まってください、後ろで。こんな感じで、もう全然多分ね、違います。髪ない。もうめっちゃサラサラだよね。サラサラだし、だいぶね、あの量もすごい少なくしてもらってね、いい感じになりました。はい、ね、めっちゃいい感じ。ね、全然違うでしょ。うん、はい、ということでこんな感じになりました。大丈夫？何やってんの？何やってんですか、さっきから。はい、じゃあね、あの何、手入れも頑張らなきゃね。でもね、手入れって何する？なんかこうオイルつけたり、まあちょっとあの寝癖がひどかったらちょっとアイロンしたりすると綺麗にストレートが保てるかなっていう感じです。ね、頑張んなきゃね。ちょっとね、お姉様にいろいろ教えてもらいながらね。はい、ということでね、りみちゃんが初めて矯正をね、したという連絡報告、何、まあ、動画でした。はい、バイ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 、シューシュー。